救命ボート、救命ボートとは、船舶における海難、水難事故、沈没も含む時における脱出用や、水害時の被災者の救出、タグボートと同じ扱いで船を引っ張る際に使用する、小ボートのこと。転じて、船舶の体をなしていなくても非常脱出、船舶補助用の機器、装置をこう呼ぶ場合がある。船舶に搭載するものでは、古くは、 カッターボートが用いられてきたが、素材の改良に伴い、ゴムボートも普及している。旅客機などの航空機では、洋上への不時着に備えてコンパクトに収納された、自動的に膨らむゴムボートが、標準的に積まれている。軍艦や一部の商船では、銅板で作った二重をぴったり並べて、楕円型を作り、キャンバスで包んで床を張った、救命いかだも、盛んに用いられた。 大型船舶に常備されるほか、水辺の監視所や水防倉庫、防災倉庫などにも配置される。水防倉庫や防災倉庫などに収納されているものの、中にはアルミなどによる折りたたみ式のものも見られる。北方用で操業する漁船に積まれているものなどでは、大波にさらされた悪天候下でも転覆しないよう FRP 樹脂製の密閉カプセル型のものもり、 被災者の生存率を高めるための様々な工夫が凝らされている。船舶や航空機に積まれている脱出用の救命ボートや救命イカダの場合は脱出後の漂流、サバイバルに備えて様々なものが備え付けられている。これらは船舶救命設備規則第14条第3項の一覧にて定められている。代表的なものに非常食や通信機、飲料水内市場流機、 釣具や医療キット、発煙浮き信号救命不評、救命浮き輪、と、セットで使い、遭難者に浮き輪の場所を知らせる、捜索隊に存在を知らせる、海面染色剤などがある。陸上に常備しておくものとして、津波救命艇もある。救命ボートを軽視して、乗船人数分の半分程度しか用意していなかったために、大勢の犠牲者が出たタイタニック号の沈没事故を、 教訓に、現在の船舶では、本船上員乗客数以上の救命ボート定員確保が義務付けられている。木製や金属製のボートのほか、着水時に自動的に膨らむゴム、ナイロン製の救命衣かだ、通常土器はカプセルに詰められてるなどが配備されている。これらは海で目立つ、洋白色、オレンジ色に着色されている。動力は人力によるものや、 簡易の方を持つものもあるが、その一方で電動機による船外機を持つものも見られる。より大型のものや水害時用のものでは、ガソリンエンジンによる大型の船外機が用いられる。ただし漂流物が多い場合はスクリューを損傷する恐れがあるため、やはり人力によるオールに頼らざるを得ない。宇宙船や宇宙ステーションにも救命ボートに相当するものが搭載されている。 これにはいくつかあり、NASA のアポロ計画で使用されたサターン v ロケットには、打ち上げフェーズのトラブル時に緊急脱出用として、宇宙飛行士の乗った指令船の一部を固体ロケットで離,離して、一定距離を自力で飛行できる能力が搭載されていた。で、ロシア、ソビエト連邦の宇宙戦争ユーズにも、同種システムが採用されており、過去に一度だけだが、実際のトラブルに際して使用され、 上院の脱出に成功している1983年9月26日。なお同システムはオリオン型宇宙船にも採用予定である。またスペースシャトルでは打ち上げ、再突入時における安全な脱出方法は、その飛行速度もあって搭載されていない。射出座席のような装置も現実的ではないと考えられている。 ただし軌道上のトラブルでシャトルを放棄せざるを得なくなった際に軌道上に脱出するためのレスキューボールと呼ばれる白いナイロン製の装備が計画されていた。これらはもちろん大気圏への再突入を行うことは不可能だが宇宙服のように宇宙の厳しい環境から中の人間を保護するための生命維持装置が組み込まれておりこれで故障したシャトルから船外活動の訓練を受けた 飛行士に運ばれ別のシャトルへの乗り換えを行うか、宇宙空間を漂いながら、救助を待つというアイデアである。しかし現状では、すぐさま軌道上を漂流する、これらを回収する手段がないため、本採用には至らなかった。直径約86センチメートルで、人一人が1時間程度宇宙空間で生存、可能である。現在運用されている国際宇宙ステーションでは、 同ステーション生活者の緊急脱出用にソユーズの機動船が接続されている。ソユーズは半年程度で交換される。宇宙ステーションの破損など、非常の際には独立した生命維持システムを搭載する。この宇宙船に乗員らが乗り込んで、操縦、大気圏突入を行って地球へ帰還、すぐさま救援が行えない地域や海域への不時着の場合でも、 後述する再突入カプセルに用意された各種サバイバルキットを使用して命をつなぐことが思えされている。アメリカでは ISS からの大気圏再突入可能な乗員機関機として X プレーンシリーズの X-38 開発を進めていた。この機体は緊急時に自動航行で大気圏突入を行う機能があり、将来的には特別な訓練を受けていない。 研究者でも乗り込みさえすれば地球上に帰還できるとしていたが開発中止となり緊急脱出機材としてはソユーズのみが運用されている。なお打ち上げと帰還に際して事故などによる海面着水時に備えて打ち上げロケットや大気圏再突入用のカプセルにはサバイバルキットの付属した救命以下だ、水に浮くものも通されている。よではあるが アポロ13号では宇宙船の故障により月着陸船を元々の設計目的で利用することはなかったもののこれに搭載された生命維持システムが乗組員の生命をつなぐ文字通り救命ボートとなったこの事故は宇宙開発史に残る輝かしい失敗と呼ばれアポロ13として映画化されている楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。